ない。はい、じゃあここでね、いつもすごい話もう本当にもう想像絶するっていうか、もうすごい、もうお話をね、いつもされています、またすごい戦いをされております、北海道の佐々木さん、お願いできますでしょうか。あ、どうもこんばんは。こんばんは、佐々木です。あ、じゃあ佐々木さんもみんな顔見えてるの？みんな見えてますね。え、はっきり見えてます。あ、佐々木さんもこれだよ、海坊主になってる、いつも。俺のせいなんだ、びっくり。あ、そう、見えてますか？いやー、半分なんだよね。おかしい。どうしてなんだろう。ハゲ頭しか見えてないじゃないですか。誰？見えてます？僕。中野くんは見えなくてもいいのに、中野くんが見えちゃってんだよ、全部。おかしい、おかしいな。お前こそこれだけで十分なのに。不思議だね。やっぱりなんかこう、機械と機械とのこの相性の問題なのかね。まあいいや、はい。あ、僕ですか？はい、どうぞ。関東の皆さん、こんばんは。聞かせていただいておりました。で、いや、僕はもう全然新人なく、まだまだですね、全然できてないんですけども、一歩ずつ前に進んで頑張っていこうと思っておりますので、これからもいろんなことを教えてください。ありがとうございます。はい。以上です。あ、よろしいですか？まあまあ、はい、もうね、まだまだ、この間の何でしたっけ、職場の先輩だったでしたっけ？あ、元お世話になった方ですね。ああ、そうですよね。はい、話なんかやっぱすごいなと思うんで、またぜひ、今度は後日談も含めて、はい、この首都圏でぜひ、お話ししていただければと思います。佐々木さんは常にもういつもドラマ、ドラマ起こそうと思ってるわけじゃないでしょうけども、はい、いつもね、ドラマを聞かせていただいてるので、ぜひともまた首都圏のメンバーも聞いてる人もいれば聞いてない人もいるので、はい、またぜひ後日談が何かありましたらですね、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではじゃあ先に、九州のさん。おー、はいはい、あー、はいはい、どうも、もこんばんは、こんばんは、はい、連日お疲れ様です。お疲れ様です。何か一言ございましたらお話しいただければと思うんですが。ああ、そうですね。とりあえず、そうですね。まあ、前回の北海道のリモートミーティングと、中川さんのミーティング参加させてもらいながら、まだなんかちょっとよくわからないところもありつつもですね、中川さんにまた今日もあるよということで、ちょっと聞こえづらいですかね、ちょっと。いやいや、バッチリ。枯れちゃったんですけど。大丈夫ですか？うん、バッチリだよ。ああ。すいません。途中喉が枯れてるんで、聞こえない部分もあるかもしれないです。知れませんが。まあ、とりあえず、そうですね。まあ、まだ自分も、この前、入ったばかりで、まだ右も左も、まだ分かってない状態なので、まあ、こういうのに参加させていただきながら、精進していけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。素晴らしい。もう真面目にね、本業をされてるって聞いてますよ、ちゃんと。ご立派ですよ。はい。ね、ちょっとまだまだちょっと甘いところがあると思うので。いや、そんなのは、みんな、甘い人はどこまで行っても甘い人もいるし、気にすることはないですよ。で、すごく、姿勢が綺麗っていう、このピシッとしたね、その大事なんだよ。はい、やっぱり型っていうのはすごく大事なんですね。まあ、そうですね。ちょっと、まあ自分のいろいろ恩師だったり、その辺から、もうちっちゃい頃から、そうですね、叩き込まれてきたことなんで、その辺はですね。そう。だからね、やっぱり過去世から考えたら、正しい新仏教をやるための、そういう生まれをした人とも言えるんですよ。知らないうちにそういう準備訓練がされてきたっていうね。はい。そうなのよ。だから、姿勢の正しい人の吽行はね、
本当に変わりも早いから、自分が。姿勢やそういう構えがグダグダしてる人っていうのは、やっぱり、変わりっぷりも良くないね。やっぱりそういうもんですよ。何事も。だから、あなたのあの姿勢見てて、写メ見たけど、素晴らしいと思いますよ。ありがとうございます。ね、本当素晴らしい。頑張ってまいりましょう。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。さんがさっきいたんですけど、さん消えちゃったかな、また。消えちゃったね。消えちゃっそのてま代わり、すね。彼が入った。なんか一言、近況だとか、あったらお聞かせいただきたいんですけれども。無理しなくていいから、聞くだけでもいいよ。ね。会ったこと、この中ちょっと会ったことない人もまあいるかと思う。直接顔知らない人も多いかも。それはそうだね。ほそとうんですね。どお互いみんなそういう感じですね。そうですね。みんな、新入社員の方もいらっしゃいますし、首都圏以外の人もいるんで、大山がね、渋曹登山がしばらくないので、なかなかお顔が変わっちゃってる人もいるかもしれないんで、もし何もなければ、このまままた聞いてていただければと思います。何か特別ないですか？大丈夫ですか？僕、もうじき新人、妙正寺に帰して10年になるんですけどね。おー、すごいじゃん。もう、おプロ級ですよ。ー。根性ではちょっとその、中度のコミュ障ってさ、重荷背負って生きてるんですよね。ほら、テクトラムっていう。なんつうかもう、伸びしろじゃないけど、伸びはみんなほどよくないと思うんですけど。みんなことないよ。そんなの関係ないんだよ。信心においては。大ご本尊様のね、大慈悲は、そういうことは、世法で見たところのそういうことは、大した問題じゃないから。ドカンってご本尊信じて、ドカンって招待してきゃね。あと、自分のできる範囲の中で、君なんかへの SNS が強いんだから、そういう中でバリ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 着服していけば、必ず、自分が幸せだなと思える境涯が感じられていきます。大丈夫ですよ。ね。あったあった、アメブロやってます。信徒も、だけど、タチウオの信徒さんに嫉妬したんですよね、それ。電話番号を公表して落ちてるんですけど。何の信徒に？タチウオの信徒さん。タチボウって何？タチウオ、若日坊っていうあ、若日坊の、信徒さんに嫉妬したんですよね。で、そひ、こそこ電話。ああ、まあ、内部と絡んでもしょうがねえんだよ、はっきり言って。やっぱり外部のやつを引っ張り込んでって、外部を呵責するなり、着服するなり、入信に導くなりをしていかないとね。信心してる同士とやっぱり付き合っても、ある宗門的には、あんまりその、みんなやっぱり、お寺を所属でやってるから、ネット上であんまり横でこの信徒同士が、必要以上に絡むのはあんまりよろしくないっていう見解もあるんだよね。やっぱ縦の筋目が崩れちゃう、崩れやすくなっちゃうから。で、あと、いさかい、なんかいさかう元になっちゃったりする場合もあるんだよね、信徒同士で、他支部と。だから、それは友達ぐらいでお付き合いしてて、とにかく外部に向かって、なるべく信心してない人が関心を示すような、そういう記事をどんどんアップしてさ、で、なんとかアクセスしてもらえるように、そして君のところに連絡来るような感じのとこまでやっていきましょうよ。ね。リアルに知ってる人って信じにしてない、宗教知らない人ばっかなんで。リアルの人はね。また言ってるみたいな顔されてるんですよ。だからさ、そこはいいじゃん。リアルの人だけが人間じゃないから、ネットをその媒体にして、出会う、そういう全く知らない人たちとの出会いっていうのはありえるわけだからさ。事実、俺が大体そういうやり方で、ここにいるほとんどの人がそういうやり方で出会ったわけじゃないですか。だから、人の縁というものは不思議なもんですよ。リアルで出会う人が本当に深い仏縁があるかどうか、それはまた別問題だよね。全く会ったことないような全国の各地域の人が、実は俺にとってはすごい深い仏縁があった、っていうとも言えるからさ。ね。アメブロならな、アメブロでバリバリ、もうバリバリ、ガンガン、いい記事をアップしてってくださいよ。
はい。はい。じゃあ、次に参りましょう。